はい、どうも、ティドッティです。引き続きジャンボ空港物語続きやっていこうと思います。前回はね、ランクアップのこの辺まあハブ空港にはなったんだけど、そうだね、今回はハブ空港をねやっていこう。ランク何本まであるんだろうな。でもカイロソフトさんだから、もうなんだろうな、地球にとらわれない可能性はあるよね。宇宙とかそういう可能性もあるかなと思ってるんだけど、そうだね、空港390、ここら辺結構遠そうだね。で、まあ、ちょっと進めてあります、ちょっとだけね。で、依頼も結構増えてますね。まあ、どれからやるかだけど、まあ、なんかなんだろう、安いやつからやっていくのかな。で、あれなんですよ、購入じゃない、ついに出たんですよ。このレベルが上がったからなのか分からないけど、土地権利書出ました。どっち広がってほしいかな。こっち側広がってくれたらいいなと思うけど、こっち側かな。使ってみよう。いけ、そっちか。いいね、いいね、そっち側広がってくれればいい。だってこっち側広がった時にこれお得になるってことだもんね。いいぞ。で、そうなんです、少し進めて、あのスノーランドと半中も有効度マックスにしてあります。そうすると、まあ、いつものように携帯電話をもらったので、携帯電話を使用して新しい国が出てくると思います。使い捨ての携帯電話使い捨ての携帯電話ってちょっと表現悪いけど、もしもーし、ドイツ市長です。そちらの空港の評判は私にも伝わってきましたよ。こちらと航路をつなぐ前に一度視察させていただいて、言えね言えねこちらと航路をつなぐ前に一度視察させていただいてよろしいでしょうか。ドイツ市長来たねもう一個電話あんだよな。視察させてよし、使い捨ての携帯電話、誰かにつながります。もう一回行こう。どこだ次は。もしもし、エプジト市長です。そちらの空港の評判は私にも伝わってきましたよ。こちらと航路をつなぐ前に一度視察させていただいてよろしいでしょうか。はい、行けたで、エジプトと、あれ、あ、そっか、視察して、そっか、満足してもらわなきゃいけないから、そうだね、これやんなきゃいけないんだ。まあじゃあどうしようかな。まずけ、いや、視察行けるんじゃないか。ドイツ行こう。市長を招待して空港視察で、うちの一押しエリア、ここか。ここでいいよね。行こう。乗客満足して、ああ風船男爵来てたね。でね、そう、ジェットの改良を結構進めてたんですよ。したらジャンボっていうのが出てきたんだよね。まあこれがジェット機で、これがジャンボ、でかい4機のジェットエンジンを持つ超大型機。2階にはファーストクラス用の席があり、サービスも充実。ただ1750っていう法外なものを求められてるんですよ。レシピも結構増えてきてるね。まあ、釜飯とか、あ、お弁当行こうか。まあ、いけないと。そうだね、結構、まあ、小さな子も使っとこう。 OK、 研究ポイント助かるな。結構ね、時間経つといろいろできるようになってますね。空港で買った商品を持ち帰ったら周りで話題になりました。次はみんなで行くので割引お願いします。割引しようこっち側が通してお金払ってさらに割引もしなきゃいけないんでしょ今の広告みたいだね。広告でお金かかるのに、広告に出すときにセールをしないとお客さん来てくれないみたいなもうよくわからんくなってくるよね。まあ、仕方ないもんなんだろうけどね。で、依頼か。空港じゃない、修学旅行は今行けない。フェアは行けるか。世界のコーヒーとかなんて俺やってないもんな。スイーツ行けんじゃない。スイーツ屋さんも増えたし。じゃあスケーターとアイドル、漫画家行くか。
よし、あ、違う、スケーターアイドル漫画家、 OK、 行こう。でイベントもしっかり開催して、お、来たぞ気球、気球相当飛んでくんだヘリコプターみたく真上に飛ぶパターンかと思ったら、まさかの滑走路使って飛んでくんだ。飛べる？空気抵抗めちゃめちゃ受けるけど。いや広くなったし、ちょっと広くしてみるか。お金もあるしね。ドンと、よし、いいぞ、いい感じに飛行機も広くなってきたね。こっち側にも滑走路とか作っていきたいよね。こっち側っても広くならないのかな。それはないよね、さすがに全部行けるようになるよね。ならないかな。まだまだ広そうだね。さあ売り上げは？あ、悪くないね。よし、スノーランドマックス。でも12月だからまたね、年末に来ると思うんだけど、1年ぐらい経ったんだっけな。前回がちょっとどこまでやったかは覚えてないけどこのホームシアター誰も使ってくれねえな。ホームシアターっていうかシアタールームか、ホームじゃねえか。あ、釜飯できた。弁当屋さんにさ、釜飯置いてみようぜ。あー、これでもコラボしてんのか。他に弁当屋さんあったよね、もう一個。こっか。あ、ここコラボしてねえじゃん。あ、カステラ、たこ焼きやめよう。今出てきたのが釜飯。釜飯なんて絶対いい。釜飯とやっぱ飲み物かな。釜飯といえば海鮮。あ、丸出てるね。そっか、釜飯といえばなんだ。ジンジャーエールは、あー、でもコーヒーもいいけどな。釜飯、釜飯、お茶じゃない。釜飯とお茶いかないか。釜飯とお茶の組み合わせなんても絶対うまくない。もう聞くだけでうまいじゃんそんなの。いや、この辺もちょっともうマックスまでいっちゃうか。全体のレベル上がるみたいに言ってたしね。行こう、研究ポイントもガンガン使っていこう。さあフェア、さあどうだ、ペント屋いいぞ。でここが、よし行った、悪くない、これで行こう。おわす、あ、待って、なんか2列っぽく横入りっぽいやつもいるよ。すげえ混んできた。いいよいいよ、これは稼げる。お金結構あんだよな。お金を使って何かしたい。まあ、この辺なんだけど、宣伝、荷物預けたい。あ、いけるね。荷物が邪魔で歩き回るのが大変。どっかに預けられると身軽にショッピングが楽しめるのにな。あ、キンド、預けてくれ。どんどんやってこう。いやー、もう次のな。さあバイパーの座席が増えました。バイパーの改良率が最大になりましたよ。すべての飛行機の快適性 3ポイント。やっぱこういうのもしっかりやってった方がいいと思うんだよね。快適性上げるっていうのが満足度上がることにつながるから。こいつが泥棒を捕まえてくれねえんだよな。それにしてももうちょっと泥棒をしっかり捕まえてほしいんだが。さあ地図も結構広がってきたか。あ、ドイツとかはまだ出てきてないんだね。あ、市長到着した。どれだ市長、これか。あ、ドイツ市長よろしく。小金崎空港か。空港の雰囲気はいいでしょう。500くらい行け。あー、行かない。ただ53は、あ、もうほぼほぼ行ったみたいなもんでしょ。想像以上です。これは期待できそうですね。これは行ったでしょう。うわー、めっちゃ混んでる。あ、来た来た来た。今年ももうすぐ終わりですね。そろそろ今年のエアポートアワードが発表されるらしいですよ。さて今回の結果は27。300いかねえか。まだいかないね。でもまあ順調に上がってってるね。星4ぐらいいく。これは合わせる 3.5 か。でもベストにはいってる。どっちを攻めればいいのかよく分からんけどな。まあ最悪ね、一つクリアして次クリアさせるとかだったらもうね、店内全部それの食べ物だったら食べ物エリアでガーってやったらいいと思うしね。長らく金崎空港を利用してしまった。なんか今日噛むな。
長らくあなただけ空港を利用してきましたが、すっかりファンになっちゃいましたよ主婦。今後ますますの発展を願ってちょっとしたプレゼント送りますね。ありがとう。あ、主婦さんからメダルをもらいました。メダルが手に入りましたね。使うと願いが叶うとおじいちゃんが言ってました。何それ。消費しても次の周回プレイ時には引き継がれますので、どんどん使っていきましょう。何、経営、持ち物、メダル、使うと願いが叶うとか。はじめまして、私はメダルの妖精メダルの妖精って何。メダルって人が作るもんでしょ。妖精も人が作ってるみたいな感じになっちゃうけど大丈夫。メダルと引き換えにあなたの願いを叶えましょう。非売品なの。あ、そういう感じにくれるわけ。商品の入荷数アップ、飛行機の座席アップ、自社の飛行機の座席が1つ増えます、商品の入荷数がアップ、ファンの増加率アップ、料理スロット。あれ、必要メダル10とかあるけど貯めたいな。料理スロット3枠とかめっちゃ良くない。これ絶対いいでしょ。これ絶対貯めるべきじゃない。こんなのはまだいいよね。そうだ、貯めてこ。またどうぞ。これは貯めよう。そんなもことあるんだ。メダルの神様か。これいつでも使えるのかな。あ、いつでも使えそうだね。いいよ、研究ポイントは嬉しい。どんどん稼いでってくれ。さあ、これでフェア開催でだいぶ稼いではいるのかな。滑走路そろそろ増やしたいけどな。ハブ空港の次ぐらいかな。ランクアップで、いや人気はね、まあ前も言ったけど時間さえ経てば結構いきそうな気がするんだよね。ただ75の施設を5種類でも、あと2個か。ちょっと時間経たせるか。うん、まあドイツとかはとりあえず見せたいんだけど、そうだね、本当は多分ここら辺見せながら行ってたら行くかな。結構もうね、研究じゃない、依頼も溜まってて、やっていきたいっちゃやっていきたいんだよね。次出てくるのあると思うし。映画へ挑戦できる。あ、できないね、まだ。これで待ってれば多分人気も出てくる。いいね。うちは赤い飛行機メインで作ってるからな。絶品スイーツフェアも終わりですね。今回の結果は150ぐらい。135、悪くないんじゃない。100万いけよ。おい、うんうん、ギリギリ。皆さん楽しんでいただけたようですね。よし、絶品スイーツフェアが終わったからまたできるかな。映画への挑戦いく。あ、まだできない。大量購入割引終わってないからかな。あ、大量購入割引が完了したそうです。爆買い観光さんが客層に追加されました。爆買いいいね。これでお客さんもね、増やしたら満足度も上がりやすいと思うんで。庭のリフォーム安いな。旅館を先代から引き継ぎましたが雰囲気が暗いのでヤシの木で明るく庭をリフォームしたいです。勝手にしてくれお金は払う、勝手にしてくれ。金はあるんだ、うちだから。金あるんだったらどんどん作ってけよって話なんだけどね。何作ってっか、新しいもんなんか増えてないかな。建築増えてないよな、特に。受取所も作ったし、新しいもん大体2個ずつ作ってるしね。あれ、滑走路って作れる。あ、作れるじゃん。俺3個目作るか。いや本当はね、こうしたい、こうしたい本当は。いや、こっち側が広くなってくれたらいいんだけど、こうするとまあいいか。これでも、これで1個通路作って、まあいっか、これ作るか。飛行機いっぱい来た方がいいよな。よし、作ろう。で、道路作っていこう。いいぞいいぞ。あ、何個でも作れるの、滑走路って。あ、そうなの、もう。あ、数決まってるわけじゃねえんだな。そうか、決まってるかと思ってた。じゃあいっぱい飛ばした方がいいよな。ここら辺ちゃんと通路にしてあげて、で
駐機場は足りてないのか、足りてるかな。まあこの辺も駐機場にするか。格納庫もちょっと増やしておきたいんだよな。飛行機増やしたいんだよね。ここを通路にするのかどうしようか、すげえ悩んでる。どうしようかな。通路あってもいいような気がする。結構混むじゃん、うちの空港って。やっぱり大人気空港なだけあって。研究所ももう一回あってもいいのかな。この辺ってそうだよな、こうだったら置けるんだよな。他のこの辺は置けるのかな。あ、これは置けないんだ。外用と中用で決まってんだね。高いけど、これ、情報プラス3。あ、これもプラス3。じゃあこっちの方がいいよな。あ、違うわ、プラス3が2個置けるかどうかってことか。おお、記録更新、儲かりますせー。3が2個置けるからこっち側のがいっちゃいいのか。金あるし置いてっか。こうそうだな、2個分ってことだもんな。よし、ここも置いたら下は影響出ないかな。ここ置ける？あ、置けるじゃん。置いてこ置いてこ。よし、いいぞいいぞ。さらに人気爆上げじゃないの。いいね。これでじゃあちょっと待とうか。ドイツ博士、あ、ドイツ博士じゃない、ドイツ市長はどうなってる、どこに寝てる。これか、違うな、ここで、ね、寝てるやつだな。あ、もうちょいじゃない、これも行ってるか、マックス。あ、行ってるね行ってるね。よし、ドイツも行ける。待って、研究もできそうじゃない。忙しいぜ。大行地って何、美肌効果もある甘酸っぱいゼリー。へえ、知らない。ビーフストロガノフ作ろうかな。いや、本当はジャンボ作りたいんだけどな、レシピも必要だよな。美肌効果、いや、ちょっと貯めていくか、1500に向けて。さあ、市長が帰ってきそうだね。バイバイってやって、市長バイバイって、はい、バイバーイ。あ、爆買い観光さんが初めて訪れました。爆買いしてもらおう。さあ、ドイツ市長、満足はどうだ。素晴らしい、ぜひ私たちの市に戻せてください。来た、研究で、研究じゃない、経営で、経営で、じゃあフライトプランで3機ぐらいいた方がいいか。ドイツ出たね、 OK、 これでいこう、完了で、これでどんどん人も来てくれる。で、さらに依頼でエプジトも行けそうな気がするんだけどな。行ってみようか、いつもの場所で。で、他の研究じゃない、依頼もできるかな。あ、まだできない、荷物預けて、あれ、俺でも2件できなかったっけ、荷物預けたいしかしてないような気がするんだけど、なぜだろう。さあ、こう走行してるうちにも343、ちょっとずつ上がってってるか。本当にちょっとずつだけどね。社長、はい、私の知り合いの寿司職人、はい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 、投資ね。あ、一度空港に招待して施設など寿司屋さん作れるようになるのか。寿司屋さん欲しいね。不審者、不審者の目撃情報あるよ。いる、キョロキョロしてるやつ、こいつか、こいつらしいんじゃない。あ、こいつだ、平社員、お前だろ、お前だ、どうだどうだ、よーし、泥棒。窃盗の証拠発見しました。あれ、金額低い、前3万くれてたんだけどな。おいおいおい、荷物預けたいか、感じました。え、コインロッカー、
コインロッカーこういうの急にパーンってくるんだな。寿司職人はダメだ。庭のリフォーム、あ、実行中か。卒業旅行バレエ団へ、あーこれはいけるんだけど、演奏会チケットか。私の国だ音楽活動が盛んで、今度有名なピアニストの演奏会があるんですが、チケットが手に入りませんえ、俺そんなコネクションも持ってんの。空港としてそういうコネクションも使えるんだ。じゃあいつものように、はい、立ててみて、よかったらまずハート、あのコラボをね調べるっていう作業していこうか。さあ完成しろ。今んとこはならない。じゃあこれをこの辺に置く。ならない。これをこの辺に置く。ならない。え、これ何、コラボなしか。じゃあこの辺に。ならない。なんだ、自販機とかなりそうな気がするけど、どうだ。はい、ならない。逆にこいつとかか。ならない。うっそ。ならないな。配置がお金かかってないからいいよな。あ、何ともコラボしねえのこれ多分。うん、出ないね。うん、出ない。じゃあこれはもうなんか適当な、どこに置くか。どこに置く。これだけ通れそうだよな。外に置けるわけでもないよな、さすがに。うん、外に置ける施設とかもあんのかな。ここには置けない。ここに置いて通路とかならないね。あ、いいね、ここ置いとこじゃこれどういう交換だ。はい、会長投資、会長の投資、解明、解明もできるんだ。相性ボーナス出ないけどな、後々出てくるかな。庭のリフォーム、はい、ヤシの木、あーなるほど、ヤシの木も作れるようになりましたと。ヤシの木、あ、景色5もある。置くか。あ、範囲も広い。あー結構邪魔くさいかだけど、これ通路ダメになるかな。置きてーなー、ヤシの木。どうこの、このえ、こいつ死んでる感じになるけど大丈夫かな。でこれもいらねえんじゃないこれ移動させよう。これもこっち側の方にポンと置いとこう、なんか邪魔だから。さあでここをもう植物置いてこう、ガンガン周りを評価上げるためにも。そうしてこう。通れるかな。あー通れそうだな、これでいいね。うん、で経営のランクアップ、今結構いい感じ。あーでも4にはいかねえか、人気。よしよし、スノーランド、なんかいつもスノーランドマックスになってはならなかったりとか。そうそう、で結局時間飛ばそうかってのに全然飛ばしてないねこのペースで見せてったら多分めちゃめちゃ時間かかるかな。でも依頼も見せていきたいんだよね、楽しい。会長、うなる資金力で政治家を目指してます。しかし何もわからないので優秀な秘書を紹介してください。そこにお金かかるの。うなる資金力あるんじゃないの会長。頼むぜ。じゃあ映画への挑戦、アクロバティックに目を打ってたら映画監督から出演の誘いが来ました。挑戦するための援助お願いします。いやだから監督に頼めって。まあガンガン、今回はこの辺の依頼ガンガンこなしていこうか。そうね、
まあでもね、いけそうな気もしないでもないんだけどな。まあ最悪時間多少ね飛ばせば。あとは75だから、情報の施設一覧、仮眠室をあと5上げればいいし、フライトシミュレーションも11か、まあまあだな。仮眠室アイテム使おう。ここが70、こっち側の仮眠室が42、あ違う、これ今クリニックだった。65、こっち側上げよう。人気アップ使ったらいけんじゃない。4 74 75でしょう。あと1個使っちゃうか。使っちゃえ。これで79、これで4までいったかな。あ、いったね。あと1個。いくね、いくね、いくね、強引に。あとはほんと時間との勝負だな。じゃあちょっと時間経たせてエプジと満足してくれるかどうかのとこまで行きましょうか。じゃあちょっと進めます。はい、ニュース速報来た。何？おはようございます。ニュースをお伝えします。何？半中で風邪が流行しているようです。来訪の際は手洗いうがいを忘れずに行いましょう。半中へ渡航を控える人が出ています。なるほどね。じゃあやめたらいいんじゃない。いや飛んでねえわ。うち飛んでねえわ別に。さあ満足だいぶしてくれてるね。エプジとも行きそうですね。満足バッチリで、まあじゃあ依頼もどんどんやっていこうか。バレエ団、表情の要請を自負する私ですが、今度バレエ団に所属することになったので支援金お願いし、支度金お願いします。もうちゃんとスポンサーロゴつけてね、胸にちゃんとバッチリバッチリつけてスケーターやってね。頼むぞピアニストさん。どんどん人を紹介されるね。映画への挑戦、アクションスターさんが客層に追加されました。いいよ。でさらに依頼やろうか。寿司職人は今招待できないから選挙へ出馬。よし頑張ってくれ。よし、じゃあこの前行きましょう。さあエプジとシオさんがお帰りのですよ。果たして満足いただけたのか。素晴らしい。ぜひ私たちの市にも訪れてください。エプジと行けるようになりました。フライトプランでスノーランドからエプジ島へ。エプジ遠い、紀元前から存在する神秘の国、古代遺跡観光とタイガークルーズは外せない。ドイツは西に位置する中世の面影が残る経済大国、歴史的建造物や美しい自然が人気。遠い行けるのかな俺。あ、飛行機行けないわ。トリスタン中距離だから、待って俺じゃあエプジト行けないかも。待ってよ、じゃあ研究で、あ、航続距離3 2 2、ジャンボ作らないといけねえ。エプジトマジか。貯めるか、1700貯めるのか。貯めなきゃどうしようもないもんな。じゃあ時間かかりそうです。スノーランドもドイッチュにしようか。うん、両方ドイッチュの方が上がり方早いでしょ。よし、じゃあこれでジャンボ買うか。何かできるまでちょっと進めていこうかな。うん、多分依頼は人が増えるだけだと思うんだよな。あ、寿司職人もやっとくかな。寿司職人を招待して空港に出店してもらえるように。よし、いつもの場所で行く。失敗あんましてないからな、ここ。私失敗してないんで。ありがとうございます。近々そちらに向かうので。よし、じゃあ寿司職人の満足は多分寿司屋さんができるだけなので、そこら辺はもうカットしながら進めていこうかな。じゃあ進めていこうと思います。あ、賄賂紹介見ようか。さあなんだ、宝船来た。料金が 15%。 いや料金か、料金も嬉しいっちゃ嬉しいけど、まあつけとくか。まあお札も買っとくか。いや嬉しいんだけどね、料金なんかよりは。
満足してもらいたいんだよな。なんかそこそこ高いとこないかな。エステサロン、靴磨きでじゃあ料金上げとくか。おっと、なんかタイガージェット代表、タイガージェット、こんにちは、穴崎空港さんですね。国か、タイガージェットって何、飛行機。私どもはここを拠点とする航空会社タイガージェットのものです。航空会社か、今後ともよろしく。さてドイツの住民からの要望が出ており、そちらへ旅客便を運航させたい。いいよ、タイガージェットと契約。ああ、そっか、ある程度満足しないと来てくれないんだっけか、こっち側から飛ばすことはできても。なるほどね。ただ今依頼いっぱいいっぱいだから、そうだね、ちょっと待ってもらってって感じだね。また引き続き進めていこうと思います。さあ来ました、投資したタイガージェットとの契約が完了しました。契約した時も、うわかっこいい、黒、熱そう、機内熱そうに見えるけど実際は熱くない。タイガージェットさんから乗り入れ可能。卒業旅行、あーやってました、女子大生に投資しましたね。で女友達女友達来るようになったね。どれだ、これじゃないの、これ青だよな。黒い飛行機来てくれるのかな、翌日かな。でお金もね、お金じゃん、ポイントも結構たまったんで行きましょう。ジャンボ、いけー、格納庫が足りません。なるほど、格納庫不足ですか。ただスペースは作ってありますよ。格納庫か、だけどな、並べたいよな、並べたいけどこっち側には置けないから、ここ壊すか、駐機場こんないらねえかな、ここをこうしてここに格納庫置こう。やっぱうちの飛行機は割とうち優先的に作ってくから、ひいきしてっから、うち悪いけどそういうのあるよ、うちそういうのこと、そういうことしてっから。そりゃそうだよね、うちの航空会社なんだから。ちょっと向きが気に入らん、こうこう、よしで作ろう、ジャンボ、ジャンボ、オッケー。結構時間かかるよな。でいや、おか、あーそうだ、寿司職人ね、なんか知らんけど満足してくれなかったんだよこいつ。だから浴場技師、浴場技師、浴場技師さんを招待して空港にテナント、風呂ができるってこと。でも足湯あるからな、あんまり満足してくれなかったな、こっち側の方がいいかな。でも84とか結構高いんだよな、悪くないと思うんだけどな、もうちょっと高い方がいいのかな。こことかさ、あーそろそろここもうなんか水みたいのいらないんじゃない。あ、レベル5はもう変えよう、次のいいのあるでしょ、海鮮丼21高いね。あれ海鮮丼ってこっち置いてんだっけ。あ、いいぞ、こっち海鮮丼置いてんだっけ。あー置いてるね、まあでも置いててもいいんだけど、おにぎりじゃなくて、おにぎりって今まだおにぎりなんて置いたのかお前。釜飯もいいと思う、釜飯と味噌汁、待って中華屋さんっていうパターンもあるかないか、フカヒレスープだもんな、味噌汁で、ラーメンはどうだどうだ、よし置いてみよう、入れ替えてみよう。この評判が高くなれば結構ここ満足してくれると思うんだ。さあどうだ、まあ釜飯はいいでしょう、味噌汁もいいでしょう、ラーメンもいいんでしょう。でそっち側がってことはラーメン変えるか、ラーメンを焼肉弁当もいけんじゃない、弁当どうだ結構無駄に金使ってるような気もしないでもないけど、でもここね初めにやっとくかどうか後々の影響絶対出てくるから。はい、釜飯、
まあ味噌汁はいいよな。ここはコラボする。で焼肉も。で、うわー焼肉アップしないか。あ、来た来た来た。いいじゃんいいじゃん。71までいった。それぞれって感じだね。白が2つコラボしてるってことなのかな。人気87。あ、87はいいんじゃない。ここは82。超えたじゃん。おお、いいぞいいぞ。やっぱ変えてくべきだな、ちょこちょこ。チンパンジー、あ、また来た。久しぶりじゃない、チンパンジー来たの。久しぶりですね。コーヒーとカステラもうそろそろ変えてくか。ここもコーヒーレベル5になってるしな。お酒とかはないんだもんな。なんか丸のやつが、ジンジャーエールが丸か。甘いものを置いてみる。マカロンと、まあ一通り置いてみてね。見つけるっていうのもありだと思うけどね、丸をね。他になんか物が変えれるのはないか。ここはこのバー何置いたっけ。あ、ジンジャーエール置いてんだここ。あー、なるほどね。いいじゃんいいじゃん。さあバー2号店どうだ。マカロン悪くない。あー、なるほど。あんみつ、あんみつじゃん。杏仁豆腐、杏仁プリンはあんまよくない。じゃあソフトクリームは。いや、バーだからな、言ってもな。でもマカロンいいんだもんな。マカロンと、いやたこ焼きとかもう何屋さんかちょっとよくわからないけど、本当にバーなのか。はい、バーなのか問題にはなっちゃうけどな。まあ、ドイツ中も順調に上がっていってます。カエデバチ、さあどうだ。まあたこ焼きはダメだよな。いやでもなんかコラボはさせとかないとまずいと思うんだよな。まあよく悪かったっていうことさえ調べればな。ソフトクリーム本当にバーなのに酒全然置いてない。弁当屋さんもそろそろ、はいはい。空港の雰囲気はいいんじゃない。大丈夫かな。まあここがね人気上がってくれたから。この弁当屋さんもそろそろ人気上げてんだよな。となるとやっぱちょっと一旦開発が必要かもな。研究で、ああ違う、今研究してんだジャンボ。いやソフトクリームダメか。マカロンとのコラボがしないな。マカロンとフカヒレスープってわけでもないしな。フカヒレスープのなんかメインのご飯っていうのがないんだよな。ね、なんかそういう感じしないよね。まあどうしよっかな。こことりあえず置いてるだけだしな。大福もちょっと一旦調べよう。あんみつ丸を一旦調べるっていう作業入っていこう。よし、あとは大丈夫だな。さあバーが、あ、これダメ。あ、アップした。そういうこともある。どっちも別によくはないが、人気58まで上がった。一旦放置するか。じゃあこれで、さあ欲張騎士さんがお帰りのようですよ。果たして満足いただけたのかどうだ。さあこの度はご招待いただきありがとうございました。素晴らしい空港ですね。ぜひ温泉を出店させてください。温泉来た。温泉と足湯は絶対コラボ。温泉と足湯は絶対コラボ。あ、ポイント貯まるんだ。あー結構広いね。まあ得意の置いてみようパターンでいこうか。スペースがなー、まあ、強引に置いてみてよ。よし、研究ポイントも600枚貯まってきたね。まだもう少しだね。ちょっと研究かかりそうだな。あ、あそうだね、アイシャープだね。よし、じゃあこれをまず移動させて、この辺置ける、強引に置いて。何と上がった。ん、待ってよ。よし、これを、いやーちょっと試したいんだが、あ、エステか。逆にこっち側にも置いてみよう。どう、あ
床屋、ん？エステと床屋がいいんだ。あーなるほどね。あーそうなってくると話は変わってくるね。ここに置きたいね。待って、これをじゃあホームシアターが邪魔だな。こっち端に持ってって、これ移動させちゃっていいかな。これをこっち持ってって、これをこっち持ってって、これをこっち持ってって、で風呂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 、これをあーこうしたら届かないのか。ここじゃない、届かない、ここでいっか。よし、これで結構高いんじゃない。温泉こっち側にも来たいけどな。あ、駐機場が不足、もう不足してる駐機場が、忙しい。大人気航空会社だと。よし、温泉ももうちょっと置きたいんだけどな。こっち側とかにもスペースがねえな。最悪この研究所別にここになくていいから、なんかどっかこの端の方に持ってってもいいんだよな。でここになんか温泉とかね置いてもいいかもしれないね。結構時間かかるな。あと 10% か。でもう少しだね。ちなみに現状どうなってる、ランクアップの。あ、365まで上がってきてる。人気75はねアイテムで強引に行きそうな気もするんで、そこら辺はちょっと無視しておいてもいいかなと思ってます。これじゃあ温泉並べるかな。なんか見栄えがこうして、うん、ここに景色6のこれを置けばさらに良くなるんじゃない。ちょっと狭いな範囲。いやこれちょっとやめよう。なんかこの邪魔にならずに置けるところはいいなって思うから、購入でなんかさ、ヤシの木か、ヤシの木置こう。桜、ヤシの木って多分置いたことないんだよな。あ景色5も上がるじゃん。あしかも広い、いいじゃん。これでまこっちの方がいいな全然。こっち側もだんだんね良くしていかないといけないからね。ここに何置くかだよな、この一マス。エナジードリンク、エナ、お、ジャンボの仕上げですか。来た来た来た、レッドだよ。了解しました。では塗装が終わり次第試作機をお送りします。この入ってくる時の音楽かっこいいね。これ来たー、ついに4機エンジン4機搭載の、かっこいい。これうちの飛行機なんだよって言いたいな。俺の俺のこれ、この飛行機俺のって言いたい。あ、ない、あ、プロペラ機ですか。はいはいはい、 いいと思うけどね。うん、コスパいいじゃんね、なんつってね、ちょっと上から調子に乗った感じにね。あ、ちょっとどけてくださる。うん、ごめんねごめんね、こっちはちょっと大きいからさ、回りづらくてね。入るかな入るかな。あ、入った、よし、オッケー。SA5 ジャンボを届けに上がりました。来たー、ジャンボ。これでちなみに待って、買ったらいくら、ジャンボ。あ、まだか。あ、待って、土地権利書売ってる。購入200万か。もう結構高くなってきてるな。一旦じゃあフライトプランで入れなきゃいけないのか。ドイツでもうトリスタンもいらんな。エジプトでジャンボ。あ、待って、あ、じゃあトリスタンが謝ってるだけで飛べないもんな。いけ、よーし、ついにエプジと飛べるようになったぞ。で購入できないの、あれどうやったらできるんだっけ、なんだっけ。
ジャンボの改良するんだっけ、改良しなきゃダメなんだっけか。そう、研究でさ、クレープとか高級チョコとか絶対このライムミントとかもいいよな。あー、食堂にこれ置きてえな。うわ、めっちゃ高いじゃん。ただデザート屋さんもね、ちょっとやっていきたいな。いやー、でもジャンボのまず改良しとくか。座席よりも快適さあげよう。いやー、高い。800万で買えるかな、飛行機。どうやって買うんだっけな、どうすんだっけな、なんかあったっけ。寿司職人の満足、うん、あーそっか、風呂作って寿司職人もう一回やるか。あ、研修旅行いい加減いけるかな。ジャンボでドイッチューのが高いのか、観光ドイッチュー行くか。じゃあ、あ、ここもだいぶ高くなってきたね。あー、いいね、90とかもある。でもここもさっき上げたんだよな、だいぶ。ここにもう一回行こう。どうやって買うんだっけ、購入じゃなくて建築。違うよな。あ、とりあえず売るか。もうだって飛行機あれ飛んでないもんね。経営の持ち物、違う、飛行機違う、情報の機体一覧、トリスタンがもういらないのか。ジェットがあるからトリスタンのプロペラ機がいらません。22万 OK。 そうなんだよな、そうなってくると、そうか、格納庫こんなにいらねえのか、3つずつあればいいのか。だってそうだよな、最高6機しか飛ばせねえんだから。あれなんで出てこないんだっけ、あれどうやって出すんだっけ。とりあえず飛ばなきゃダメなんだっけ。ま、土地権利書も使っとこう。わあ、さらにそっちか、いいよいいよ。もうちょっとさ、まあもう少しか。タイガージェットの旅客機がやってきましたよ。お、来た、黒いかっこいい飛行機。あー、エンジン2機搭載なんすね。あー、はい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 、あ、2機ね。うーん、ちょっとスピード出ないのかな、遅めのやつかな。まあでも燃費みたいな感じだからね。うんうん、いいと思うよ。あ、チンパンジーグランドやっぱエンジン4機搭載だもんな、すごいな、うちと同レベルだもんな。どの立場でやだね、調子に乗ってそうやって言うやつ。いや、じゃあ4機買えないんだけど、なんでだっけ、どうしたら買えるんだっけ。今日は研修旅行だけ見るとこまで行こうかな。前回失敗したカエルソフトさんの会社なのか分からんけど、次回はいけそうだな。うん、390。そう、ドイツ市長が来ました。こんにちは、アザキ空港さん。人の流れが増え、街中も活気にあふれるようになりました。俺といったらなんですか、行くばっか粗品を送らせていきます。あー、研究ポイントね、はい。あ、もう携帯電話くれる。ドイツ頑張ったからな。じゃあ持ち物で電話しようか。はい、次どこだろうな、次どこだろう。ワイハ王国、もしもし、ワイハ王国市長です。そちらの空港の評判は私にも伝わってきましたよ。こちらと航空をつなぐ前に一度視察させていただいてよろしいでしょうか。言えたね、言えたよ。じゃあワイハン来るね。はい、あ、来た来た来た、研修旅行来た、頼むぞ。前回はボロボロにダメだったけど、500どう、悪くないんじゃ。うん、素晴らしい、どうだ、満足してってくれ。いや、でも前回も50ぐらいは言ってたんだよな。さあ、スイーツショップのね、今チョコとかでクレープができたんでコラボせ。お、来た来た来た、ベスト43、いいんじゃない。うん、人気52まで上がった、よしよし、いいぞいいぞ。とりあえずこれでちょっと様子見てみるか、こいつらが帰るまでな。さあ、ドイツ、あ、ドイツも 100% いったんだね、マックス。オッケー、
ていうかもうランクアップいけそうだな。あ、まだちょっと遠いか。まあまあ時間かかってるからね、ここまでだけど。まあでもそうだな、1回に1ランクぐらい上げていきたいな、ここのペースでいくんだったらね。上げちゃうか、今日行っちゃうか、行っちまうか。はい、行っちゃおう上げるとこまで行っちゃおう。 OKOKOK。 ちょっとね、大々的なカットを入れてみようかな。またこれね、ランクアップしたらさらに大々的なカップを、カップ何カップってカットね、入れてかなきゃいけないなと思ってんだけど。さあ、満足してってくれるのかこいつらが。こいつら、あ、1人はもう満足してくれてるね。他のやつらが、あ、もう1人満足してる。他のやつらが満足してくれるかどうかなんだよな。いつもなんか2人はパーフェクトみたいなの言ってくれるもんね。ただ前よりもうちもレベルもアップしてるわけですし。さあ研究もしていくか。何もできねえ。大行地、これどこに置けばいいのかよくわかんねえんだよ大行地って知らねえもん。和報告、あー視察もしたいな。海外視察団、議員の先生方から海外視察旅行のお申し込みがありました。政治に生かせるよう学びある計画を立てましょう。よくなんかあれいるよね、議員さんみたいのが視察旅行みたいなね、海外の勉強をしてきて自分たちの町にも役に立てたいみたいなね。うん、まあね、いろんなところを見るっていうのは重要だよねと僕は思います。ということで研修旅行、さあどうだ、快適性悪くないでしょう。うーん、微妙か、微妙なのか。さあ帰ってきたぞ。微妙だったのか、ツアー期間。あ、パーフェクト、1人目からパーフェクトはいいんじゃない。おう、どうだ、いや行くんじゃないの、どう、よし成功した。いやどうもありがとう、刺激受けてアイデアがモリモリ湧いてきちゃいましたよ。溢れ出るアイデアに溺れそうになり、研修中はみんな浮き輪をつけて頑張りました。あはははは。穴酒空港のおかげで忘れられない旅となりました。今後も利用させてくださいね。あ、土地権利書、そういうパターンでくれた。使うよ、使うよ、すぐ使うよ。広げろ、広げろ。あ、今度そっち。いいね。こっち側が広くなった分、お得になってるからね。やっぱマックスまで行きそうだね。いいねいいね。まあでも滑走路十分足りてるからな。まああと言うなら駐機場だよな。いや混んできたな。じゃあとりあえず依頼の時間も立たせなきゃいけないから Wi-Fi もちょっと活かしときたい。いや Wi-Fi 活かせるのいいんだけど、あれなんだよな、金が、金がじゃない、飛行機買えねえんだよな。市長招待して、じゃあいつもの場所で得意の場所で。さあ今年のエアポートアワード来ましたね。どうだ、300いった。あー施設もいったね。星4ぐらいいくだろう。いかねー、1000いってんのにいかねー。あ、 Wi-Fi 報告しときた。はい、ドン4450切った。ちょっと厳しいか、想像以上です。ちょっと厳しいかもしれんな。言ってくれたらカットがいいんだけどね。飛行機がさ一向に買えないんだけど、どうしたら買えるんだったっけ全然思い出せん。どうやって出てきたんだっけ、なんかやるんだっけ。あ、これ飛行機マークあるから飛行機これやんなきゃいけないのかな。これやったら、これなんか飛行機マークついてるもんね、に。これやったら飛行機買えるようになるのかな。これできないか。そういうことなのかな。さあ、ワイハ王国市長さんがお帰りです。素晴らしい。ぜひ私たちの市にも訪れてください。来たー。ワイハも行けるようになりました。これも今、フライトプランで、あ、もうドイツマックスだから。あ、待って、ワイハも遠いか、もしかして。遠いな。遠いな。飛行機変えないとダメだな。
どうやって買うんでしょう。なんで出ないんだろう。なんで出ないんだっけ。どうやって出すんだっけ。やっぱちょっとさっきの依頼やってみるか。これ議員の先生方からの視察ね。これが満足したらツアーに所属する飛行機。これっていいのかな。快適の方がいいよな多分。で高いところ、あ待ってよ、エジプト遠いけどエジプト60、じゃあこっち側のここの方がいいんじゃない。おすすめのスポットはいつもの場所ここ。これで満足してくれたら飛行機買えるようになるのかもしれん。よしちょっとやってみよう海外視察団一行さんがいらっしゃいました何コスプレパーティーどういうこと。もうさっき言ったら、まあ、海外見に行って自分たちの街にもなんか良くしたいよねっていう気持ちがないもん。 120% 楽しもうとして行ってるもん旅行にいやまあ別にいいんだけどね、楽しんでくることは別にさただ見た目よ見た目。素晴らしいですね。出発の時間までみんなで楽しみたいと思います。そうだね、これ出発までが楽しんで、うさぎを広報委員長だうさぎ王様なんだろ、王様。ちょっと待って、王様、王様みたい、課長じゃなくて王様、王様、市議会長、王様市議会長だ。まあでもちょっと広報王かな。広報が満足してくれるか。結局広報がね満足、あまず Wi-Fi をね、海外 Wi-Fi 借りて満足は上がらない広報が満足してくれたら宣伝してくれそうだしね。あーそこのスイーツお目が高い、いいでしょ。あんまり上がらないかもな、ちょっと厳しいか。できればそこのレストランとかで食べてもらいたいけどな。いやいきなり椅子、いきなり休みって、こいつらが満足してくれないと飛行機買えないかもしれないんだから満足してくれよ、頼む。うわやばい、乗っちゃう、飛行機乗っちゃう ゲートの前の弁当屋さん邪魔だね。まあ乗れればいいでしょう。まあちょっとしっかり飛行機と向こうで満足してくれれば。いやでも行かなそうだな、ちょっとまだ厳しいかな。いやしっかり満足してもらえば、快適性上げなきゃダメかな飛行機の。まあ、それよりもここの人気をねしっかり、まあでも人気52 44。さあ空の旅はどうだ。おいや悪いね、え行ったんじゃないこれ、え29で一気にめっちゃ上がったぞ。これは行ったんじゃないいきなり、そんな快適性に満足してくれた気がついたら。じゃあちょっと結果待ちまで行こうか。さあ帰ってきたぞ。なんかだけどやっぱ全体的にそんなに満足してる感じじゃないんだけどな。どうだ、まあまあか。あーこれはいかないわ。飛行機持てないじゃん。マジかよこいつら。はい、ワイド紹介ね。同じもんなのにこっちの方が安いひらめきとかちょっと使ってこうか。ここひらめきがもらえるんだもんね。ひらめきを、ひらめきの種使ってこう。 OK、 ひらめきの種使ったらだってあれだもんな、あのあひらめきの種使ってるか。研究ポイントいっぱいもらえるってことだもんね多分。うわどうしよう、飛行機買うためにはもう一回やんなきゃいけないのかな。満足してくれるかな。まあ、竹の伐採してます。トレーニングに使おうと庭に竹を植えてみたんですが家を貫通しました。至急伐採の手配をお願いします。アクションスター、多分これ誰かの紹介だと思うんだな、竹職人とかそこら辺だと思うんだよな。さあリベンジどうだ。
特になんか変えたわけではないけど、まあまあか。うわーマジか。お、パーフェクト、パーフェクト、いけいけ。失敗。おっと来ました。こんにちは、アナテック空港さんですね。ナイルシティライン航空会社、ナイルシティライン、エプジト。あーなるほど、全然飛んでないけどなエプジト全然飛んでないけど来てくれたな。うん、ちょっとだけだけどね。売上8000って飛行機増やせねえから飛ばせねえのよな。ワイハも行けてないしな。気に入らせたいなあいつら。気に入ったら多分行ってくれるような気がするんだよな。はい、ニュース速報来ましたよ。おはようございます。ニュースをお伝えします。何、スノーランドを舞台にしたドラマが大ヒットし、聖地巡礼にファンが押しかけているそうです。スノーランドのドラマが大好評、訪れる人が増えています。なるほど、まあ、飛ばしてないけど、まあまあ来てくれてるってことなのかな。うん、常に視察やってクリアを目指してますねちなみに今はどうなってる、ランクアップ条件。あと4、あと4。あ、行きそうだな。視察より先にランクアップしそうだな。ちょっと収録時間どうなってるか全然わかんないけど、ちょっと長くなっちゃってるかもしれんな。さあ空港の雰囲気。いやー、ここで50ぐらい行ってくれないときついよな。45だもんな。まあまあやってれば行くでしょわからんけど、引き続きやっていこうと思います。さてで、時間結構経ちまして、ついにランクアップ、空港人気390いきましたね。で、人気の75施設5種類なんで、これもクリアして、本当はね飛行機増やしたいんだけどなかなか行かなくてね。弁当屋が64、フライトシミュレーターが64、カフェが63、75だっけ、系の75だね。どっちにしようかな。弁当屋、まあ、弁当のメニューによって行きそうな気もするな。待って、64、ここがマックスでしょ今。釜飯と味噌汁、ビーフストロガノフとかでいかんかなとフカヒレスープどう。ちょっと中華となんか混ざっちゃってるけど、75はいきそうな気がするな。ちょっと待って、研究539ある。ここら辺快適性上げていったら行くんじゃないかな。視察団のためにね、上げていこうかなと思ってます。で、あ、ダメ、あ、ダメ、全然ダメだったね。高いやつの方がいいかな。ジンジャーエール高いね。大行地開発しましたよ。どうしよっかな。カツサンド高いんだね。19、まあ、釜飯と味噌汁でいっとくか。12、しゃあないから、ここに釜飯とジンジャーエール合わないよな、さすがに。釜飯とデザートのパターンいかないのかな、この辺とかちょっとこのよくわかんない、俺は知らない料理。大行地、どこの国の何なのか知らないけど、さあどうだ。まあ、これいく。あー、行かねえな。いや、もうじゃあ戻そう。釜飯となんだっけ、味噌汁だ。これで戻して強引にアイテム行こう。75。あー、こいつら、あ、全然行かねえじゃん。あ、全然行かねえは。ちょっともうお前ら待ちだな。仕方ね、快適性ばっかり上げてるけど飛行機増えないけどな。うん、これで、いや、フライトシミュレーター上げるか。52、こっち側が64、こっち側で上げよう。まあ、これガンガン使っててみるか。人気を上げればいいんだよね。花瓶、経済新聞、コスメセット、ああ悪くないんじゃない。古めかしい壺人気アップどう。これでいったね、いったね、ランクアップきた。
ハブ空港から次はレベル7メガ空港。ハブ空港の上ってメガ空港っていうの知らないな。120万300ポイント。駐車場が建築家になりました。こんにちは、ランクアップおめでとう。目覚ましい発展じゃな。報酬は喜んでもらえたから、もちろん次は用意してると。やりましたね。この調子でどんどんランクアップしていきましょう。待って、駐車場って何？飛行機の駐車場ってこと？置けないな。あ、こっち側に置けるってこと？置いてみる？こんな何？え、どうなるんだろう。ま、置いてみるか一旦、トントン。え、これ入れるの？ここに止めてこっち側に歩いてくるってこと？ちょっと待って、これ他に置くところは？あ、ここしか置けないじゃん。じゃあここで行くか、ギリギリまで。あ、ちょっと待って、これじゃダメだ通路は欲しい、だからここで通路が潰れてしまった。ちょ待ってよ、こうね。 OKOK、 中から駐車場から直接入れるようにしてくれればいいのにな。よし、で次は470と人気90。あ、でも半分いってるね。依頼はいってるね。依頼ばっかりが追いついてる。はい、ということで今日はメガ空港行きました。次回メガ空港編だね、やっていこうと思います。まあちょっと、うん、研究とかのこの辺もしながらね、貯めとこうかな次回までに。まあここら辺の依頼とかも来てるんだけど、この辺はちょっとじゃあ貯めとこうか、次見せてこうかな、海外視察団いや、これだけやってこうかな、これだけやって多分買えると思うんで、飛行機増やしたいんで、 Wi-Fi 飛ばしたいし、うん、っていう感じでやっていこうと思います。また次回よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。